おはようございます。ゆりやんでございます。さあ今から茨城に向かおうと思いますが、富士山が綺麗に見えております。じゃあ今日も安全運転で行きましょう。東京インターを過ぎたところです。今日ねちょっと寝すぎちゃったんですよね、実はもうね、もう1時間早く出るつもりやったけど、ちょっとね、起きれんかった。もうサブで鳴らしてたアラームに助けられた。いやー、失敗しましたね、やっぱりね。東京料金所まで、東京、洋画の料金所やな。そこまでか、すごい時間かかるわ。まあまあ、もうしゃあないよね。まあ言うてももうね、そんな時間の指定があるわけではないんで、もう全然余裕で、ね、午前中には降りるとは思う。用が越えたら、まあ、あとは大橋さんぐらいまでちょこっとね、軽く渋滞してるぐらいなんで、あとはスムーズに行くと思いますけど。まあな、料金のね、深夜割がなければね、もう昨日なんかそのまま常磐道の方まで行ってるんやけどね。多少迂回してでもいいから、料金所通らん方法ないんかね、ほんま。昨日ね、もう全然走るだけやから、ね、料金所なかったら、ね、あの近くまで行けんのにね、もう泊まるとこありませんでした、言うて、そのまま突っ切ったよかったな。あれですね、毎日この通勤をやってる人は大変ですね、ほんまに。ちょうどどっぷり通勤時間になっちゃったから、もう毎日こういう通勤時間帯を走ってる人は大変やな。しかしこちらはね、まあ今日は失敗しましたけど、今日はちょっと寝すぎちゃったりとかあるけど、まあね、大概かわしたりする感じでね、運行しますけど。まもなく到着でございますね。さあ、まあパレットなんでね、まあつければすぐには降りると思うんですけど、まあ午前中に終わればいいでしょうかね。あ、お疲れさんでございます。今荷下ろし完了してきまして、次の仕事が昼済みで、まだ今11時20分ぐらいなんで、ちょっとここでね休憩入れて、でこうもうとりあえずね片付けしてから行こうと思います。というわけで、さっと片付けて、まず途中ですけど、近く山岡屋さんがあって、山岡屋さんでご飯食べて、で昼一に住み地に入ると、同じ茨城県内ですわ。というわけで飯行ってきます。はい、おなじみ山岡屋さんでございます。さあ今日何食べようかな。サービスランチ的なやつがありそうな感じがするな。はい、というわけで、今日山岡屋さんでこのランチセットでございます。ラーメンは味噌ラーメン、まあ並盛りなんですけどね。煮卵はジャフ割引で、つけてもらっております。いやこれね、ラーメンでご飯丼ね、あと餃子、これでね970円、1000円引いてきましたね。ほんまね、昼のランチ山岡屋さん得ですね。なんか300何十円お得って書いてましたね。まあ山岡屋さんの味噌ラーメンはね、ほんとパンチが効いてますよ。濃厚ですよ。トラック野郎に味付け合わせてくれてますね。でこの こぼしとるね。このチャーシュー丼もね、美味しいタレがかかってて、これまた濃厚で美味しいでございますわ、ほんま。やっぱり癖になる味、山岡屋でございますね、ほんま。あとはね、餃子の方もありまして、非常に美味しいんですが、なんかね、たまたまなんですけど、餃子のタレがね、見つからなくて、で、まあ、
店員さんもね昼前ぐらいになって忙しくなってきとったんで、もうなんかそのまま食ってましたでも美味しかった。松尾さんでした。今から行ったらちょうど1時ぐらいには行けるかな。今日2箇所済みですね。2箇所済み。さあ向かいましょうか。こっから40キロぐらいのところかな。はい、ちょっと千代田パーキングでちょっとだけ時間調整してました。これでねちょうど1時に着きますね。いやなんか緑が綺麗な季節になりましたね。ほんと春やね。高速道です。石岡インター。さあここで降りて積み込んでいきましょうか。多分バラやね。はい、1軒目積んできました。もうちょっとだけやった。1軒目、2軒目がメインやね。この辺ものどかですね。あ、県道53号とか走ってるのかな。なんかもう果物園がめっちゃ多いですね窓開けたらええ匂いしそうやな。りんご、柿、ぶどう、梨直売所とかも結構あるね。積み終わってきました。はい、今積み終わってきました。熱っ。結構ね、もう天井まで開けちゃう。ちょっと長めの荷物ね、長めの荷物を天井まで開けとった。なんか1時間半ぐらいかな積み込みかかりました。物はでかいですけどね。乳酸溜まったわ。ちょっと長めの門こう担いでうわー、ええ仕事した。さあ帰りましょうか。どっかね風呂入って帰ろうか。シャワー浴びたいわよ。マスクもこれびっちゃびちゃこうかええなあ。やってないんかなここそうば右見えます。そうばやってなさそうやな。なんかええわ。看板とかもなんか何あれ、なんか剥がれ落ちてんのかああいうもんなんかよう分からんけどちょっと手前にさ今ラーメン嘘だっぺっていうラーメン屋さんあったんですよ。気になる名前がなんかあるな。あそこのそばも気になるけど、手前にねラーメン嘘だっぺってあった。何が嘘なんやろ。何が嘘だっぺなんか砂利中結構広そうで、なんか大型とか飛ぶレスだから、なんかもう名前だけで一回行ってみたいね。いやー結構なんか立派なお城がありますね。で、あれ何城なんやろね、ほんま。なんか普通の建物、ちゃんとしたお城やな。なんか右側はなんかえらい新しい感じもすんねんけど。はい、上層インターから圏央道に乗っていきます。いや圏央道から乗れるとなんかねすごいいいですよね。でなんでかってね、首都高通らんでいいんですよ。もう圏央道からね一気に厚木まで抜けれるから、もうこの夕方の時間はね首都高通りたくないんですよね。もうどこを回っても結局どっか混んでるからね。まあ、圏央道から厚木の方にね抜けていく分にはそんなね混んでることはないと思われます、私のあの短い経験上短い経験上ね、ないと思われますのでじゃあ一気に、海老名ジャンクションまで向かいましょうかね。圏央道は渋滞ないとか言っ
っちゃったからなんか変なフラグが立っちゃったんかな変なフラグ立ててしもたんちゃうか、ほんま。まあなん、まあまあ3キロぐらい、3キロぐらいの渋滞って書いてたね。まあなんかちょっと自己渋滞みたいな人とかその名残かな。多分ジャンクションのとこの渋滞やとは思うんですけど常にスムーズなわけではないよね圏央道も。御殿場ジャンクションまでやってまいりましたが、あ、ちょっとね430休憩取らなあかんんですけど、久しぶりね、超久しぶりにね、駒門くんへ行ってみましょうかご無沙汰しております駒門くん。よくねコメントでも駒門行かないんですかっていうコメントをいただいておりましたんでね、ちょっとだけ時間なんとか行けそうなんで駒門くんへ久々に行って、とりあえず水汲みましょうかメッシどうしようかな。メッシは味方っぱらもね、久しぶりに行きたいね。もう私のルーツ的な感じですよね。駒門くん3キロ、はい、久しぶりの駒門くん。駒門くんね、下りは下りなんですけど、ね、まあ、私の中での正門はプラットパークから入る方ですねこっちから入ることなんてまあほぼほぼ初めてちゃうか。ちょっと中でもいっぱいいっぱい臭がすごいすんな。ちょっと止めさせていただきたい。ちょっとだけ止めさせていただきたい。あれあれ開いてん。駒門くん、駒門くん、いや開いてへんやんかいさ。いやーちょっとどっかポチッと、無理無理やな。いやー久しぶりの駒門くん、止めるとこなかった。マジか。さあ明日川までやってきました。明日川ね8時までなんですよ、飯が。7時36分、ちょっと駆け込みで明日から飯食います。明日か下りです。さあトイレ行きたいけど、あとや、先飯や。はい、明日かパーキング初めてねやってきましたが、なんかね名前のおもろいね、メニューが結構あるんですよね。これ全然知らなかった、ほんま。嫉妬してごめんとかね、なんかいろいろあるんですよ本当。結構ねボリュームメニューもね結構多かったんでね、これ何回か来なあかんですね。まあ私ね今回ね牛焼肉定食にしたんですけど、ほんまね、ここ有名な、ね、焼肉定食っていうのをね、注文しようかなと思ったんですけど、押したらねよう見た牛焼肉定食って書いてるんですよ。で横の人がね焼肉定食っていうのを頼んどって、これ豚の方なんかね多分正解なんですけどね。まあこれねほんとタレ美味しい。でご飯はねちょっと前はおかわり自由やったんですけど、まあコロちゃんの影響でね、まあ大盛りは無料ですよということなんですけどまあまあてんこ盛りに入れてくれております。はい、非常にご飯とあって、このね牛焼肉定食もバリうまいですよ。まあね本当に一番人気のね焼肉定食も食べなあかんし、本当ね変わったメニューのやつね本当ねあれもねボリューミーでめっちゃうまそうなんですよ。いや以前ね静岡から大阪しとった時はあまりにねすぐすぎてなかなか酔ったことがなかったんで、ほんとねこれまたねご飯にのせてね、これバウンディングさしてのイートイン、もう間違いなく最高で、ご飯にねついたこのお汁おタレがですね、もうご飯が進みまくります。ほんまに
いや大概のご飯の量なんでね、まあおかず1回ね食べたらそのかかったお汁でねご飯 2,3 口いかんとね割り合えへんないうぐらいの量でございますわ。またね2度3度来なあかん店発見でございます。美味しかったごちそうさんでございました。さあではここからは寝床探しの旅に出ましょうか。てか風呂入ってない、風呂入ってないから風呂あるところがいい。はい、今日もまあちょいちょい苦労しましたが、あー眩しい、もう鈴鹿です。鈴鹿で、泊まることができまして、もう眩しいわ、もう目チカチカしてきた。ちょっとねもう疲れたんでお風呂入って、鈴鹿でお風呂入って寝ようと思います。ちょっとね20分ぐらいかな、ちょっと開くのもあって、止めることができました。まあねもう大概ね、前回ぐらいのところで、なかなか止めれないようなもう放送したんで、もうだいぶはしょりました。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。んー、バイナウ。眠た。はい、今ね宇治を下ろしてきたんですけど、宇治でね、いやーほんま従業員さんなんかね総出でなんか下ろしてくれて、いやほんま助かりました。ほんまもうありがとういう感じでしたわ。いやすぐ終わりましたね。いやーもしかしたらこのお守りも効果があったんでしょうかね。では全国のヒゲちゃんファンの皆様お待たせいたしました。天才ぼやっき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。